ってること分かる？全然聞いてなかった。エッチビデオがすごい人気なんだよね。だからここ全部カットです。はい、チェルジャパンに聞きたいことを聞いてみよう。オッケー。メディクイズ。あとでここどうなるんだ。はい、じゃあちょっとトークいきますか。今日チェルジャパンが2人来てますんでね。チェルジャパン。いろんなね、ケントが代表してインドネシア代表で、はい、チェルジャパンに聞きたいことを聞いてみよう。オッケー。ちょっとインドネシア語言ってますか。お、全然大丈夫ですよ。もう2人がインドネシア長いですから。バリは今4年目。バリで、ね、バリ何してるんですか？撮影会社の運営みたいな、マネージメントみたいな。まあバリにあるお店とか、バリに、あ、でも日系のお店とかかな、日本人がやってるお店とか、うん、ローカルもあるし、インターナショナルもある。で、サナエさんは？私もでも一緒ですか、一緒です。今もほとんど一緒にやってるから。でも朝目さんはまだ1年1年半ぐらいかな。何を食べてるんですか、いつも。メニュー食べてる。話し飛ぶね。バタピー、それからアイアム KFC だ。アイアム KFC だ。マクディ、アイアムマクディ、マクディ、マクディってマクドナルド。うん、マクドナルド。あー、マクディって言うんだ。マクディ。日本のマクドナルドにはアイアムないっていうか、フライドチキンない。あ、ないですか？ない。あー、ない。そうだ、ね、ライスメニューがない。めっちゃ美味しいよね、マックのチキン。めっちゃ美味しい。美味しいね。もう油ぎっとりですけど、めっちゃ美味しい。すごい好き。でも普段はそれ食べないでしょ？食べるよね。うん、結構食べる。そうですか、うん、ナシチャンプルとかは食べる。うん、バビグリンが大好きです。でもローカルフードの方が多いですよね。ローカルフードの方が多い。あ、そう、自分で作るときは日本食って呼んでいいか分からないけど、まあ、日本の調味料を使って日本の味で作る。うん。2人はバリ人に持ってますよね、絶対。そういう話するやん。でも可愛い可愛いって道で言われない？バリ人。お、可愛いね、可愛いねって日本語で言われるのは、多分その日本語だけ覚えてるんだろうなと思って、ありがとう。確かに、あるある。確かに。でも本当に可愛くないと言わないと思う。可愛くない人には何て言うの？何も言えない。なんかインドネシア人がどういう風に声かけてきたら、なんかこうちょっとおって、こうなんか気になるとかある？あ、つい振り向いちゃうとか、今までなんかこう声かけられた中でも、可愛いね、可愛いねだと、ちょっとあれでしょ？あ、また言ってるなって感じだけど、うん、なんて言ったらね、こう、あ、ちょっと、なんて言ったら気になってもらえるのかなっていう。で、誰が気になるんですか？彼女たちが。うーん。いや、じゃあ、ケントに聞いて。ケントに聞いて。ちょっと褒めてみて、二人が。うん、僕も見て、可愛いって思う、二人は。急に言いました。急に。エビ見ながら言わないで。信じてるから、信じてる。違う。日本人ってバリではすごい憧れあるやん。バリ人、すごい日本人、可愛いって思う。インドネシア人も全員いいんじゃないの？インドネシア人ももちろん、もう日本人の女の子って言ったらすごい、イメージは可愛いとか優しい。でも可愛いが一番なんだけどね。すごい人気や。でも韓国人より、中国人より全然日本人が一番。インドネシア人で人気だと。だから、なんでなんですかね。見た目だと思う、僕は。見た目とか、あと、もう本当は、見えなくていいからね。ないないない。本当はない。いや、なんか、言ってもいいか分かんないけど。言っていいから、なんとかカットするから。OK。エッチビデオがすごい人気なんだよね。あー、日本のね。前、もう僕が高校生とか、中学生の時とか。
か、だからもう AB 女優とか日本人の出たらもうすごい人気になっている。なるほどね。一人マリア・オザワって、オザワっていう人がいて、日本人でも分からないのに、その、でもインドネシア人はみんな知ってるみたいな感じで、すごい人気になって、やっぱ日本人とみんなやりたいっていうイメージ。かわいいからね。そういうのあのここ全部カットです。性格はインドネシアの女性と日本の女性で違いますか？インドネシアの女性はすごい束縛が強い。あ、すごいもうストリック。へえ。でもインドネシアの男性は束縛が強いイメージになる。いや、そうですね。もうお互い、お互い、はい。で、日本人と比べたら本当に緩いと思います。僕はそういう話聞くとね、友達とか日本人の話とか。やっぱ基本的に束縛、ね、束縛が多いっていう。インドネシア人と付き合ったことはありますか？私今マレジンの彼氏も。マレジンの彼氏がいらっしゃる。はい、ワッツアップがテテ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 テ。アンドセイトブルー。だくだらくさんパターンね。ピンって使うじゃん。で。ピーピーピー。うん、そう。ピー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 ってなんかあのわかります？なんかワッツアップの返事があの早く返事を返してほしい時とか。早い時にピー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 ってやる。ペペペペ送ってくるのが。そのこうやってスマホ置いてあるからそれが通知音が出てて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 。なるほど。でもそれが好きだから付き合ってる。それいやいや違う、そういうことじゃない。そういうことじゃない。日本人絶対しないだろう。あでも嬉しいかもしれない。涼しちょっとなんか日常複雑されすぎたらやっぱちょっと面倒くさくなるというタイミングはあると思うけど、なんか、ちょっとは嬉しいかもしれない。なるほど。ちょっとは嬉しい。やりすぎるとなんで束縛しちゃう。すごいあの好きだからと思う。あのすごい、ディープバリチンは好きだったらすごい深い、からそうやってね、やきもちの気持ちはすごい、僕もそうだけどすごいやきもちやって、ちょっとしたことだけで、暇だからじゃないですか。暇時間あるじゃないですか、バリって。例えばじゃあ日本は仕事中を仕事中プライベートで携帯いじってたらいけないっていう文化があるじゃないですか、じゃあコンビニとかスーパーのレジの人も仕事してる間レジ立ってる間は絶対自分のスマホ触らないけど、こっちの人たちってレジにあのお客さんがいなければレジ待ってる間も触るから携帯触れるタイミングが多い気がする。なるほどね。だから気になってメッセージして、いや絶対それあると思いますよ。暇やから愛は強くなる。ああそうやればあると思う。まあ、時間がたっぷりあれば考える時間もそうね、だけどなんかこう付き合っててこう もちろんその日本人にはない良さっていうのもあるわけでしょ。なんかその、ね、それどんなところなの、そのインドネシア人の良さっていうか。インドネシアの良さ。そうそう、インドネシア人の彼と付き合って見て、いいなと。ああでも全然違うのがなんかすごい優しい、優しいところ。例えばどんなジェントルメンをやられるわけ。日本人の男子はこれやんないけど、インドネシア人はこういう優しさを見せる。なんか私がなんか例えばなんかしようと思ったらいいよやらなくてみたいな。例えば食器とか洗おうと思ったらいいよ洗わなくてみたいな。やってくれた。手が荒れるからやらなくていいみたいな。もう今全然してくれないんですけど。最初だけ気が向いた時だけ。なるほどね。ちょっと違う、日本人にはないんだよね、それ。インドネシア。じゃあケントは なんか日本人の人と付き合うときに何を注意してこう接してたの？そう、日本人にモテるためにはやっぱなんだろうね、優しさをすごいアピールする。ジェントルマン、ジェントルマンはね、すごい最初だけだと思うんだけど、その後はどこから聞いたのか。そう、どこから聞いたのか。人種関係なくさ、もうなんか全国共通な気がする。最初例えばどんなジェントルマンする。でもずっと付き合って1年2年ジェントルマンなんていないと思うか。とかそうだけど、いや例えば最初はケントどんなジェントルマンするの。うん、だから荷物持ったり、あと何したい、どこ行きたいとかもう絶対連れてったりって聞いて、はい、ね、動物行きたいって言ったらよし行くぞ。怒んない。怒らない。絶対怒らない。最初は絶対怒らない、はい、最初は怒りたくても怒らない。はい、最初は。あ、最初は。そういう優しさをアピール、優しさを、はい、アピールし
してますっていうのはアピールする。迎えに来てって言われたらどこでも迎えに行けますか？どこでも迎えに行けますね。ここ今じゃあここにいて、あの今ウブドにいるんだけど迎えに来てって言われる。全然バレキンは最初絶対どこでもやるの、それはウブドからサンヌルでもウブドからジンバランでも本当に好きだったら絶対行く。それは多分1年2年後そういうこと言う。ずっと言わないけどその後もちろん迎えにとか行くけど、ジャウーとか言っちゃう。ごちゃいやごちゃってたまに言うと思うけど。ちなみに今付き合って何ヶ月、何年とかいるか。今でも1年。1年ぐらい。1年以上。やっぱり来て、もうやってる、うん、一緒に住んでるんですか。一緒に住んでます。まあね、優しさが大事だっていうことですね。サイアンスカリー。サイアンスカリー。